どうも、野球ばかの日向です。3連敗しかも今日も完封負けでした、カープ。なぜだ点が取れない。今日は3対0でね、敗れてしまいましたよ。ほんとに。悔しいですよ。ほんとにね。でもまあ今日もね、ヒットも6本打って、得点圏に進めた回もね、4イニングあったんですよ。4イニングあったんですけど、1点も取れないっていうね。 えー、これで昨日も完封負けだって、で、一昨日もサイニング、えー、6回、7回以降点取ってないんで、これで21イニング連続無得点になりました。はぁ、不名誉な記憶や、うん、不名誉な記録をね、作ってしまいましたよ。はい。まあ、試合の方を振り返ると、まず先生はドラゴンズでしたね。森下選手に対して2アウトから、 京田選手が粘って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 フォアボール選びます。で、そこから京田選手、スチールをかまして、えその後、渡辺選手がね、えー、しぶとーくレフト前に落ちるボールだったかな。緩いボールを運んでいってタイムリー、えこれで1対0とされて、えで、その後森下選手もね、粘りのピッチングしてたんですけど、7回、 えこの回ね、2ーターランダ2塁と、1アたランダ2塁と、ピンチを招いて、またマルティネス選手にね、外に逃げていく変化球をうまーく中間に運ばれて、タイムリー。これ2対0というところでね、まあ森下選手も今日そんなに調子も悪くなくて、結局7回を投げて2失点というピッチングで、うーん、まあ侍ジャパン、 終わってからもね、えー、あんまり日数経ってない中で、いい粘りのピッチングしてたんですけど、勝ち星、白星をプレゼントすることはできませんでした。ふぅ、まあ、その、7回も打たれたところも、マルティネス選手に対して打たれたボールが、100何球目だったかなうん、だったんでね、ちょっと疲れも溜まってたところを打たれたっていう。 ま、ただ、あのボールは本当に悪いボールじゃなかったんで、打ったマルテネス選手が上手かったなっていう、うそんなシーンでしたね。まあ、先生取られたボールもね、渡辺選手がうまく低めのボール球をね、うまくレフト前、ボールかストライカか、ね、微妙なところをうまくレフト前に運んでいったってね、あれはうまかったですね。で、8回裏には、あ先生の渡辺選手が、うちのケムナ選手からライトスタンドへのプロ初ホームランをね、打ちました。 うん。まあ、渡辺選手は育成から上がってきた6年目の選手みたいになんですけど、うん。まあ、今日は素晴らしい活躍でしたね。渡辺選手の活躍でドラゴンズは勝ったようなね、そんな試合でしたよ。はい。いや、もうとにかく点が取れないね。うーん。まあ、その要因として、この3試合。え、まあ、今日、えー、林選手がね、4の0。ロ。一昨日も4の0。その前も4の1というところでね、 あんまり林選手にヒットが出てないですねで林選手にヒットが出ないってなると、まあ、こういう試合になるのかなっていうね、えー、ところで、まあ、本当に若手でねまだ5年も経ってない考察5年も経ってない選手なんでね、えー、少しそういうところでプレッシャーをかけるのもなんなんですけどね、えー、まあ本当に未来のカープを引っ張っていく選手としてねなんとか明日は打ってほしいなと思います。 はい、ということう「くそ命懸けた勝負の舞台恐れずに進め」